皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。この度ご紹介するのはですね、ついに、ハンティングフックが発売されるということで、まずハンティングフックの、ね、特徴なんですけど、ワームフックでは珍しく眠り形状を採用しているということが、まず一つ特徴なんですけど、この眠り形状によって、バラシを減らすということがまず一つと、貫通力が非常にアップするっていう点で、この眠り形状を採用しています。またこの眠り形状とこの、フックの合間での距離とか、そういうのがもう美しいまでに完成されているっていうフックなんですけど、この針は何に使ってもらいたいかというと、僕の釣り方でもあるんですけど、サイトフィッシングと、今回中村さんに来ていただいてるんで、その中村さんの、シャローゲームフリップでの、使い方等を説明していきたいと思うんですけど、そうですね、共通するのは結構接近専用ですよね。そうですね、あの接近専用に的を絞って、設計されている針なんですけど、だから万能じゃなくって特定の使い方、それもセッティングをすごく煮詰めて出した時には、すごい武器に実際なりますよね。なりますね。だからいや、僕から言わせてもらうと、はい、これ売っちゃうんですかっていう的なねことを前言われてたと思うんですけど売っちゃいますね。売っちゃいますね。あの僕が試させてもらったのは昨年シーズンから、はい、ですよね。なんですけど、もう昨年の、春にからですね、春以降試させてもらって、そこからのもう実績っていうのは試合の結果見てくださいっていう感じところですよね。なんですよね。6880。よっしゃハリのおかげでしっかり刺さってくれて、マットの直下に魚が浮いてて、すっごく腹筋難しかったんですよ。落ちた瞬間に、あの目の前に落とせると、目の前に落ちた瞬間にもガコンってくるような感じで、できれば食い止めというか食い上げみたいな感じなんで、あの下顎にかかっちゃったりとか、そんな感じですっごく取るのが難しい。だからバラした人結構多いんじゃないかと思うんですけど、やっとかかったやつバラしちゃったって多いと思うんですけど、それがあの、今度、今月発売になっちゃうんですけど、僕は売ってほしくなかったぐらいなんですけど、あのハンティングフックっていうフロントラインからの針ですね、その40を使ったので、今日7バイトあってノーミスっていう、すごくこの手の釣りとしてはありえないような。なんかあのこの針であの3キロフィッシュを抜いちゃったっていう話もあの聞いてるんですが、そうこの間のバイトですね、もう終了10分前、ラスト1投って8キロをね叩き出されたの試合なんですけど、あれもうその10分前まで3本4500しか持ってなくて、はい、そこから1本あのラスト1投でボンってかかって、時間もないし、なんか魚も上がってきた感じからやって、はい、こううまく上に上がってきてくれたんで、勢いでボンって抜いちゃったんですけど、抜いちゃったと、3キロフィッシュを3800です、3800を抜ける針だけど、山本さんも多分これあの実感持ちだと思うんですけど、はい、あのもうあの その言い方ちょっと長いですけど、針これほんと曲がんないですよね。そうなんですよ。これなんであんなに強いんですか。やっぱりこの貫通力とその強度を高めた形っていうのが出ているんでしょうね。この針の凄さ全くバレん。でそれによって、まあ、僕の DVD なんかでも昔から僕はもう何年も使ってるんですけど、やっぱりね、DVD 見てもらったら分かるんですけど、バラシがない、試合中でもない、でバラシのシーンをカットしてるんじゃなくて、本当にないんです。あれはそうでしょうね、本当にバラシがないです。ここまで魚を船の際までちゃんと魚を持ってきてキャッチまで持ってこれる針っていうことで、それは分かるな。圧倒的ですね。僕はサイトフィッシングは一切しないですけど、やっても山本さんに勝てるはずないってやらないんですけど、セッティングを見た時に確かに取れるセッティングだなっていう感じしますよね。竿とか糸とか、あとルアーとのバランスありますよね。で中村さんも太い糸を使われてると思うんですけど、太い糸との相性が非常にいいっていうフックになってると思います。逆に言うとあれ、さっきの針が伸びないようにつながるし、貫通力の話もつながるんですけど、力がある意味逃げないじゃないですか。そうなんです。この針の原理ですね、自分なりにちょっと考えていることをお伝えしてみようと思うんですけど、これもう論より証拠で、
針先をちょんと指にかけて引っ張ってみたら分かります。そうすると針先がこれあの愛の方向とうまくこう合ってるんでしょうね。どんどん針先が指に刺さってって痛くなるんですよね。これストレートポイント、まっすぐな針先のものでストレートフックでやってもらったら同じようにはならないです。針先がこう開く方向にこう力があったり最後ポロッと取れます。この辺が結局魚取れる取れないの差になってると思うんですよね。ストレートポイントのフックっていうのは一発で腹筋が決まればあのかかりが早くて最高です。ですけど現実的にカバーの時ってそうはならないことが多いから、食い方とかカバーの濃さとか、そういう時にここの部分ですね、これこの力が逃げない兼ね合い、それからこう逃げないでどんどん奥に刺さっていってここでホールドしてくれる兼ね合いが効いてくるんだと思います。ここまで刺したらもうペンチで抜くのが大変なぐらいしっかりホールドしてくれます。あのストレートポイントとかってこう微妙にかけるのにたわんだりとかする感じがある。そうなんです。そのたわんの瞬間にあの魚の硬いところに当たった時にたわんでバレるっていうことがあるんですけど、この針の場合はフックが当たったところからそこからもうどんどんフッキングにこう魚の中に入っていくっていうか、その感触ありますよね。そういう感触ですよね。それゆえに逆に言うと針、糸、竿全部のバランス大事になりますよね。そうですね。タックルバランスがあのうまくできてればより性能を発揮するっていうフックですね、うん、これは。山本さんとちなみに、はい、どのぐらいの糸を使うんですか。僕はフロロ、ね、フロロ20ポンド25ポンドでこの針を使うとベスト。25ポンドでいってあります。この針すごないですか。すごいっす。刺さりがやばないですか。この太いので刺さるってよっぽどでしょ。なるほどね、はい、最高にもう腹筋が決まる、もう気持ちいいぐらい。なるほど、はい、だからそういうしっかりしたセッティングでもうでっかい魚かけたら絶対取るぜっていう、そういうセッティングですね。中村さんも BE を使われてると思うんですけど。そうですね、僕はスパイダーワイヤーの65ポンド、で、缶から通していわゆるスネルノット、あの内掛け結びですね、ですよね。で、組んで、ますね。で、ワームは扁平のワームをね、フリップのワームにもベストっていうことで、はい、そことの相性は抜群にいいですよね。いいですね。やっぱフッキングした時のこう決まってる感じがやっぱありますか。うん、あります。あとはね、あのどんな針でもストレート系の針使ってればバチンって腹筋が決まったらこれ取れると思うんですよ。だけどこうフリッパーとしてこう難しさ、多分やり込んでる人だったら分かると思うんですけど、こうカバーがあって糸ってこういう風に入ってて、ね、合わせた瞬間に糸はまっすぐになろうとしますよね。 あるいは魚が浮いてて中層で食って変に糸がこうたわむこととかもあるんですよね、はい、腹筋が一発で決まるとは限らないんですよね。そうですね、魚の食い方もまちまちですしね。そう僕らみたいにサイトでこう食い方見て合わせるっていうことはできないですからね。っていうと、あの理屈、僕は長年ね、あのストレートポイントのフックを使っていて、ね、それはもうあの一発でかけちゃえば、でそれであのバーグまで貫通すれば取れるんだって理屈でやったんですけど、現実的にはそれはやっぱり難しい。そうですね、全部が決まるっていうのはね、なかなか難しいと思うんですけど、魚とあの障害物の兼ね合いがあるから、はい、で、この範囲の僕が一番いいところは、あの一発で腹筋が決まりきらなかった時にでも、さっき山本さんが言ってた針のこの形状自体が力がかかればかかるほど刺さっていくっていうね、刺さっていくっていう感覚があるんですよ。それも指先にこうやってチョンって乗せてもらえば引っ張れば分かると思うんですよね。だから例えばあのでっかい魚で腹筋が一発で決まらなくても、そいつが反転してグッて戻ってくると、ね、引こっちが引くので入ってくれるんですよね。そうですよね。だから全部が綺麗なフッキングじゃない場合でも決めてくれる。決めてくれる。それでエクストラの何割か拾えるわけですよね。そうですね。まあ、それは試合で言うとかなりのアドバンテージになってくるっていう。結局試合ってそこになることも多くないですか。最後キャッチできるかどうかの確率論の話なんで、やっぱりバラシっていうのは、ね、そうですね、極力避けたいっていう。そう、それは本当僕も同感で、僕のシャローマンとしてのこう売りっていうか自分の特徴っていうのは、いろんな同じような釣り人と話してて、はい、あのバイト決して多くないんですよね。でもバラしてないんだっていう、そういうなんかキャッチ率ですよね。キャッチ率が高いんだっていうのがもともとこう自覚してた部分なんですけど、まあ、それが中村さんの、ね、成績にも現れてますもんね。その部分がさらにこの針を昨シーズン使い始めて1個レベル上がったんですよね、はい、っておっしゃってましたもんね。うん、それは
明確に感じます。やっぱ武器になりました。武器になりますね。のであんまり売らないでほしいですね。でもこれはもうこの映像が出てる頃には店頭に並んでということでまあね、とりあえず1回ねこれ1匹クッキングしてもらえば分かるという、うん、分かります ね、 ねフックだと思うんで、あの針って好みは正直あると思うんですよ、タックルとかとの刈り、さっきのね強いタックルとか、そうですね、分かる、あのそういう可能はあると思うけど、でもやっぱり魚釣りって針一番重要な、詰まるとこ行って針ですよね。そうですね、一番基本で一周回って何を考えるとなると、うん、もう一度針というところで、うん、もう極端な話、ルアーとかじゃなくて針があって、それにふさわしい糸と竿があって、そこに乗るルアーっていう感覚、感覚なんでね、うん、逆算すればタックルのバランスが見えてくるっていう。でそんな風に考えたら針っていろいろ試して追い込んでみたら世界広がりますよね。そうですね、まあ、ちょっとこのハンティングフックは珍しい形なんで、まあ、あの好みもあると思うんですけどね、一回使ってみてもらえれば、一回フッキング決めていただければ分かると、その刺さり方が。そうですね、はい、これはもう、そういろいろアーティアコーチャーやってるし、僕針屋さんじゃないんで針のこと語りきれないんですけど、まあ買ったら分かるっていうのもありますよね。まあ接近戦では手放せなくなる、なフックだと思います。僕もそう思います。はい、山本さん何か最後にありますか。まあとりあえずあの鼻の穴に貫通させてもらえばその貫通力が分かると思うんでよっしゃ来た。でもすごい精度でしょっていうかこの針がすごいでしょ。針、鼻の穴貫通してる、そういうのがあるんですね、はい、がっつり上顔にかけちゃってください。そうすればバラシが減ります。まあそんな感じで、はい、皆さんぜひ、このハンティングフックあんまり売りたくないけど使ってくださいな感じで、はい、よし決まった。やばい、完璧なフッキング爆食いっすよ。一発ね、本当助けられました今日は。ありがとうございます、こいつのおかげです。